2月上旬東京国際フォーラムで野村不動産が主催する感謝祭イベントが開かれました。そこで上映されたのが新海誠監督による6分間のショートムービー誰かの眼差し。マンション分譲を事業の核とする野村不動産は高いブランド力を持つプラウドシリーズを展開しています。首都圏がメインですね。年間で、6000戸ほど日本で分譲しておりまして、実は昨年供給戸数でいうと日本で一番多かったマンションになるんですね。発売してからちょうど10周年になりまして、その10周年を記念した大きなイベントをですね、東京国際フォーラムで行いまして、プラウドにお住まいの方と、それから今後ですねお買い求めいただくような方向けにお作りするインナーのですねイベントになります。そのイベントの一番の目玉としてプラウドの未来の姿を皆さんに見てもらおうということで作った映画になります。同業でですね、大成建設のコマーシャルが有名ですよね。それは非常に印象に残っておりまして、とにかく絵のクオリティがすごく印象深くて選ばさせていただいたというのがありまして、うちの部長はですねもう新海監督の大ファンでして、それを聞いても大喜びして、もうぜひこれでいこうというですねバックボーンを得て進めたと。物語の舞台は少し未来の東京。主人公は就職をきっかけに一人暮らしを始めたあーちゃん。あーちゃんと家族の優しい絆が描かれます。お父さんがあーちゃんを守らなきゃって誓ったあの日、あーちゃんはこう決心したの。私がお父さんを守らなきゃって。彼女が主人公なんです主人公のモチーフなんです。社会人まだ数年目で親元から離れて一人暮らしをしていてっていうお話をしまして、で彼女をモチーフに作ってみようっていうことになった。中に出てくるですね彼女スーツ、あーちゃんが着てるスーツとかは彼女が着てるスーツをモチーフに描いたりとかしてるんです。最初の方からかなり監督といろんな話をさせていただいて関わらせていただいた作品になりますので、なおかつ私の生活も入っていた部分がありましたので、かなり嬉しいなというような気持ちもあります。作品の上映はまだ感謝祭イベントのみ。ターゲットを絞った特別なコンテンツですが、一般の公開はあるのでしょうか。このままレアなものにしたいなっていう気持ちもないではないことはないんですけれども、ここまでですね良い作品ができきましたので、一般的にですね公開できるような、手段も検討はしております、はい、ちょっと普通じゃない映像ですよね。普通じゃない作り方ですよね。僕も新海と11年だか12年だか付き合ってますけど、こんなこともできるんだと思って感心しちゃいましたね。やりたいですね。楽しいですし、できれば若いスタッフ、これから光り輝くはずのクリエーターをちょっと起用させてもらってやらせてもらえたら嬉しいなって思います。でそういう中から新しいスターが出てくるんじゃないかなって思います。企業と深く結びついたアニメ CM は今も増加中。クリエーターの知名度向上や海外展開など様々な可能性に期待が寄せられています。